こんにちは。看護師心理カウンセラーのポスター15です。今回のテーマは、メンタルが安定している人の考え方15戦。心と体の安定を実現するための考え方についてお話しします。これらの考え方は、心理学的な観点からも、ストレスや不安を軽減し、安定感を築く秘訣が詰まっています。それでは、早速それぞれの考え方について、深掘りしてみましょう。 Let's start.1. 自分が思うほど他人は自分を見ていない。多くの人は自分はどう見られてるだろう。と自意識過剰に陥りがちですが、実際には他人は私たちのことをあまり気にしていません。自分を客観的に捉え、他人の目を気にせず自分らしさを大切にしましょう。2. やる気はやり始めないと出てこない。心理学的に言えば、 行動がモチベーションを引き起こすとされています。まずは一歩踏み出し、行動を起こすことで、やる気が湧いてくることがあります。3. 他人の活躍は自分には無関係。他人の成功や活躍を見て、自分の評価を上げたり下げたりするのは避けましょう。あなた自身の成長や進化こそが重要であり、他人との比較は安定感を揺るがす要因となります。4. 好きな食べ物を食べれる日々が一番幸せ。 食事は心と体の健康に影響を及ぼします。自分の好きな食べ物を楽しむことは、日々の幸福感を高める一因です。毎日食べるからこそ、そこに幸せを感じられると、メンタルが安定します。5. 悩みは3分の行動で解消する。心理学的に見ると、短い時間で行動を起こすことで、解決の糸口が見つかることがあります。悩んでいることに対して、3分だけ行動してみることで、 解決策が見つかるかもしれません。6. 目指す場所は皆違うから、比較は無駄。人それぞれ異なる価値観や目標を持っています。他人と比較することで自己評価が揺らぐのを避け、自分自身の道を進みましょう。7. 失敗は前進している唯一の証拠。失敗は成長の過程であり、前進している証です。失敗を恐れるのではなく、 経験が増えたと捉えてポジティブに受け入れましょう。8自然の中で過ごす時間を作る自然の中で過ごすことは心身のリフレッシュに非常に効果的です。公園を散歩したり山や海へ出かけたりすることでストレスが軽減され気分がリフレッシュされます。忙しい日常の中でも少しの時間を自然に触れることで心のバランスを保ちましょう。9 寝る前は考え事をしない。良質な睡眠をとるためには、寝る前のリラックスが大切です。心理学的に、寝る前の考え事は脳を活性化し、睡眠の質を下げることがあります。10。他人を変えようとせず自分から変わること。他人を変えることは難しいですが、自分自身を変えることは可能です。自分の行動や思考をコントロールし、成長と安定を達成しましょう。 11、自分のペースを守る。他人にせかされず、自分のペースで進むことが大切です。無理をせず、自分のリズムで日常を過ごすことで、心の安定を保つことができます。12、呼吸を整えることでリラックス。呼吸が早く浅い状態が長時間続くと、体はストレス反応に陥りやすくなります。ゆっくりとした深い呼吸を意識することで、 体はリラックスモードに切り替わり、心身のバランスを整えることができます。13. 感謝の気持ちを持つ。感謝の気持ちを持つことは、ポジティブな思考を促進します。毎日、自分が感謝できることを見つけることで、幸せな気持ちを保つことができます。14. ポジティブな人間関係を築く。 周囲の人とのポジティブな関係は、メンタルヘルスに良い影響を与えます。友人や家族との時間を大切にし、支え合うことで安定感が増します。15日記を書く習慣を持つ日記を書くことは、自分の感情や考えを整理するのに役立ちます。毎日の出来事や感じたことを書き留めることで、心の整理ができ、ストレスの軽減につながります。いかがでしたか これらの考え方は心理学的に良いとされている内容を簡単にまとめました。一つでもいいので、日々の生活に取り入れることで、心身もに安定した幸福感を得ることができるかもしれませんよ。今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。